さあ続いてホームで J1 初勝利なるか、徳島ヴォルティスとこちらも開幕から勝利がありません柏レイソル、鳴門大塚ポカリスエットスタジアムでの試合です。初の J1 で未だ勝利なく最下位の徳島ヴォルティス、対する14位柏レイソルもリーグ戦未勝利、ドミンゲス兄弟の対決にも注目が集まった一戦です。ホームの徳島は直近のナビスコカップからは全員変更、前節の横浜 F マリノス戦と同じスタメン、弟クレイトン・ドミンゲスは前線に入ります。対するアウェーの柏、前節の名古屋戦に続き 4-2-3-1 の布陣、兄レアンドロ・ドミンゲスはトップ下で攻撃のタクトを振ります。まずはアウェーの柏、18分、左サイド田中純也が抜け出してクロス、これをレアンドロ・ドミンゲス。対する徳島は22分、オーバーラップしてきた堀内優也が右サイドへ展開、大崎純也が得意のドリブルから左足でのシュート。代わって柏はその1分後、レアンドロ・ドミンゲスのループパスに工藤正人が反応しますが決定機とはならず。守りを固める徳島をなかなか崩せない柏、28分にはレアンドロの折り返しを田中、さらにそのこぼれ球を橋本がクロスを入れますが、これは誰にも合いません。攻撃に転じたい徳島は30分エリア内に侵入、しかしこの攻撃は柏のディフェンスに阻まれます。徳島はナビスコカップを含め J1 で初めて前半を無失点で終えます。スコアレスで迎えた53分、再び強固な徳島守備陣に挑む柏、ハングギョンからレアンドロ・ドミンゲス、続く59分、ゴール前でのフリーキック、蹴るのはレアンドロ・ドミンゲス、しかしこれはゴール左へ外れます。ホームで J1 初ゴール、そして初勝利をつかみたい徳島、64分に途中出場の小島シュートが抜け出しますが、菅野貴則の好セーブに合います。さらに71分の徳島、左サイドに抜け出したアレックスからクロスに、弟クレイトン・ドミンゲス、少ないチャンスながら柏ゴールに迫ります。一方ここまでノーゴールに抑えられている柏、工藤の落としたボールに橋本の左足、77分、柏がようやく徳島ゴールをこじ開けます。なおも柏85分、レアンドロが今シーズン初ゴール、2分け1敗とこのスタジアムで勝ったことがない柏が終盤に2ゴール、試合は2-0、柏が今シーズン初勝利で J1 250勝達成、敗れた徳島未だ勝ち点さえ奪えません。はい、2500勝まで来たっていうことなんで、250勝まで来たってことなんで、これからも積み重ねるように頑張るんで、前々からと同じように応援よろしくお願いします。はい、桁を一つ間違えるとすごい違いになりますねちょっと勝ちすぎですよねさあ、77分の橋本選手のゴールでしたけども、それまで徳島はよく耐えていたなという感じもしたんですけども、そうですね、チャンスも作ってましたしね、はい、あそこで1点取れればまた違った展開になったのかなと思いましたけれども、今日は失点シーンの部分でちょっと小林さんにちょっと、ね、はい、解説していただきたいんですけども、こちらは、2失点目になりますか。そうですね、はい、レアンドロ選手のヘディングシュートが決まったシーンなんですけども、はい、さあじゃあこのシーンを見ていきましょうか。はい、ここなんですけど、はい、まずここの選手ですよね、オーバーラップしてくるんですけれども、はい、うん、こうですね、はい、ここの選手がもう間に合わない、これはもう間違いないですね、はい、ってなると、それが見えてるからアレックス選手がボールに対して少しアプローチに行けないんですよね、アプローチに行くとここのスペースを使われてしまうと、はい、はい、なのでここの選手ですよね、はい、がもう少しこうスライドして横にスライドして、はい、この選手がボールにアプローチしに行くべきなんですよね、はい、であとはこう見てもらえば分かるんですけれども、
人数的に間違いなく徳島の選手の方が多いわけですよ。5人ですね、はい、はい、なのでもう点を取られるとしたら、まあ、ここですよね、はい、で、流してもらえますか。はい、映像を動かしてもらって、はい、まあ、こういう形で実際に点を取られてしまうんですけれども、うん、はい、レアンドロ選手非常に速い選手なので、うんうん、止めてもらっていいですか。千代田選手はやはりここ前に入られるのが怖いと、はいはい、スピードのある選手なので、うん、そうするとやはり前をケアしてしまいますよね。でここの空いてるスペースに動き出したんですけれども、はい、千代田選手としてはやはりもっとボール保持者に対してアプローチに行ってほしいと。そうか、ここの自由を奪ってほしいと、はい、せっかくこれだけ人数が余ってるので、うん、すごくそれを考えるとこれはもったいない失点シーンだったなと。この人数の状況を見てももしかしたら防げた可能性がある。絶対に防がなきゃいけないシーンだと思うんですよね、逆に言うと。なるほど、うん、そういうところに失点の要因があるということですね、はい。さあこの後は